ここで登場、宮崎牛。うわー、それ最強。その宮崎を地面に叩きつける。つけるかよ。現る。つけるかよ、それは。あ、ともくん、これ何人もらう。いいよ。シーフ現る。シーフ。俺があの有名な料理シーフ。はい、どうぞ。料理シーフは人が使ってんのを見て、これも使えるかもっていうのがあって。燃える木はどこですか。ここです。そしてオリーブオイルも。トマトすき焼きはうまいでしょ。あの甘ったるくないんだよね、トマトの酸っぱさが入って。超フルーティーすき焼き、なんかさっぱりしていいよね。そうそうそう。へえ。でもなんかさっぱりするだけじゃ終わんないのがトマトすき焼きのまたいいところじゃけの。あれ急にうまそう。宮崎牛を入れていく。めっちゃ美味しそう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 。いちごはやっぱトモさん、どうぞ。なんで？まあもうなんかフォークスプーンかなんかで取ってもらってもいいですけど、箸で。あ、あるんだ。じゃあキック取ります。ウーロン茶がございます。おい、じゃあ俺もできたです。はい。じゃあ行きますよ。お水欲しい方いますか。じゃーん、じゃーん、できました。うわ、いいですね。これ何？これはチキンラタトゥーユ。ラタトゥーユ、はい、食べたことない。これはうまいです。で僕のちゃんちゃん焼きももうできてます。こんな感じで。うわ、うまそう。いいね。タッカルビ食べた。ちょっと辛めなのでお気を。うわ、うわー、すげえ。うわー、優勝だこれ。これ優、うー、マジどう、ごめんごめん、戻しちゃった。いや大丈夫です。すごそう。きれん。これ味、味がね、濃いからご飯めっちゃ合うわ。え、じゃあいただいていいですか。どうぞ。丼物にして食べるといいかも。あ、ほんとに。うまっ。ご飯の上乗っけるのがいいかも。やばこれ、なにこれ。全然切れねえ。レッド。うまそう。一本さんのこれハゼな可能性あります？これ見た感じバチバチうまそうなんですけど。これで作ってください。どうぞ。これ作って。作って。はい。うまい。これで逆にめたくそまずかったらちょっと受けますけどね。うん、おー、見事に。なぜかめちゃくちゃまずい。キックのやついただいていいですか。はい。食べね。じゃあキックさんのこれ何ですか？名前はチキンラタトゥーユ。ラタトゥーユいただきます。あ、うまい。いい感じになってた。めっちゃうまいです。じゃあまずはこう。明かりは1個だけでいいんじゃないですか。うわ、若干あったかいですけど、あと2階はね、まずこれにすると。あ、そのモードやばいね。さすがナイトショット。ナイトショット。トイレどうすか、やっぱ行ってみないですかね。女子トイレです。女子トイレです。怖すぎんだろ、これ。これ、俺みんながいるから強気だけど、怖いな。一人ずつ消えていく。どうぞ、やっぱ驚かしてたら、意外と、ごめん、ビビるわ、俺これ。じゃあ、ちょっとやっぱ、肝試しやっていいですか。いいよ。じゃあトモさんやりましょう。いいよ。じゃあ俺が見つけに行けばいいの、みんな。はい、俺トモさんの後ろにいるんで。じゃあここか向こうに隠れてください。僕らはどっかにいます。声出たらもうダメですよ。じゃあ驚いてはいけない。驚いてはいけない。キョウちゃんとクロノワさん、 FB さん、キック4人が、はい、隠れてます。トイレです。うわ、怖いよこれ。だってバーとかなっても普通にびっくりしますもんね。さあ、まずは男子トイレ。うわ、ない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 。うわいってさ、それはビビるよ。そんなそこ意識されてないもん。いやでも俺あのクマの横結構好き。あとうんこしたい、めっちゃ。
うんこをしながら隠れるのかどう。でも時々なんかピッピッと音鳴ってたんですよ。え？なんすか？ここトイレもあります？ちょっと待ってください、ピントが暗いからね。はい、お願いします。うわーうわトモさんトモさんいや、もううわーとかじゃないですよ。うわー怖っ。今のすごかったよすぐ寝れるんだ開くんだ。トモ君こっちステージ方面も見ようよ。いや分かる分かる。いやでもこの大玉の裏を見ない限りにはクリアリング。クリアリング。あ、いないいないいない。まあいたら多分ね脅かしてくると思います。え待って、飛び箱の中いないよな。いないよ。頭おかしい人しかいないからね。じゃあステージを。いやでもここ多分大本命だと思うよ。開くんかい。いなさそうですね。押すなって。あとは大本命反対側。大本命多すぎない？うわうわおもしれぇ。なんねえ使えないじゃないですか。はい、というわけでもう、テントに戻ってきまして、もう夜も更けております。割と多分気温的には10度、12度とかですよね。そんな感じですよね、うん、白い息がね意外と出るんですよ。で僕のテントはこんな感じで不気味な感じになって、ほろ酔いを飲んでます。まあでもやっぱあれっすね、確かに2人用のテントぐらい欲しくなるな。いやここめっちゃいいっすよね。寝るだけだったら全然いいんですけどね。いやトモさんやっぱキャンプ好きなんですね。やっぱ好き騒動がすごいですね。うん、今すごい最高に楽しい。お金を回してます。うん、なんでトモ君の5000円カールガールが入ってくる。ほろ酔いとおやつ持って俺とトモ君の。いやいやいいでしょ別に。いいけど何もおかしくないじゃん。今のはちょっとトモ君なんでの車なんでこっち来んねん。俺いいすないじゃん。甘くせえな。完璧じゃないですか。うん、いいね。いい感じです。いやもちろんです。バナナおじさんでしょ皆さん。バナナおじさん。今日はねバナナおじさんがバナナのおじさん。トモさんのライブや。あもう安定してる。これ BGM。トモさんの方もだいぶ安定してる。いやもう全然いい。滑り止めあるから大丈夫だから。いけるいけるいける。俺もやる。画角めっちゃいいっすね。そうっすね。画角がいい。確かに。ちょうど見える。こっち。あ、普通のお皿が普通のお皿。なんか火力強すぎて網曲がってってるけど。本当だ。本当だ。ね、網が火力で網が。まあ。さっきのやつ向こうに入って。いやでも大丈夫。ちょっと火強すぎですね、これ。さっきのやつも多分あっちにあると思う。大丈夫これ。いや、大丈夫だ。今日1回目だけど。うん、え、それね、本若バナなんだよ、今。本若バナ。さっき、あの、滑り落ちって言いました。どうですか中冷たい。まだ、うん、俺もそう思った、今。もう、剥いた時点で終わった。あ、うん、あんま変わんねえだろ、ね、ちょっとそのまま燃やしてもこのまま、うん、
も結構じっくり焼かないと。そう、意外とかかるんですよ。外はね、焦げるぐらいがマジで。あのね、今回のやっぱ分かったことは椅子は必要だって。いやもう本当に。言いましたよね、皆さんが準備するの大変だから、はい、チェック椅子を作りましたと。はい、何どうした？いやないか、まあ、こっちはあれですけど、そこは大丈夫。そのうちは決めた。めっちゃうまいっす。でしょ？ちょっと我慢する。バリバリ言うてる。うまキミさん。はい、皆さん朝です。はい、皆さんもテントを片付け始めてます。お世話になったトモさんテントをみんなで片付けてます。はい、そして一番時間がかかるであるキッコーテントはまだ何も始まってません。いいですね。あ、キングさん、片付けの時間ですよ。参りましたね。キングさん、いかがでしたか？初ではないと思うけど、キャンプは一人じゃ。初じゃないですね。いや、めっちゃ良かったですよ。なかなかやっぱでも課題点とか見るんですね。夜寂しい。俺、マジであと一歩間違って死んでたレベルだよ。ちなみに、受けることに、今、朝ですけど、正直上着いらないぐらい暑いです。マジ暑い、うん、こんな一覧もんすね。昨日の夜12時の寒さは何だったんだ、マジで、ね、マジで何だったんだ。あ、もうやられてる顔してる。あ、それもう急ぎもしない。あいつらやってるわみたいな感じでした。ちょっと偏差してきた。お前よ。迎えに来たんですよ。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございました。あーさー、とても素晴らしいとこでした。ありがとうございます。はい、というわけでエンディングになります。最後は海ほたるでみんなで、笑っております。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。カメラ